身体を内側からきれいにするデトックスウォーター参戦。お腹周りは脂肪が一番溜まりやすいところ。ですから、憧れのぺたんこお腹を実現するのは優しいことではありません。毎日エクササイズを実行し、ヘルシーな食事も心がけているけれど、なかなかお腹の脂肪が落ちないというのなら、過剰な体液によるむくみや、体内に溜まった毒素などが原因なのかもしれません。健康のためにも、ダイエットのためにも、定期的に身体をデトックス、解毒し、必要な栄養素を摂ることで老廃物の排出を促すことが非常に大切です。デトックスウォーターは、身体を浄化し、お腹の脂肪を減らすための優れた代替手段として近年人気が出てきました。デトックスウォーターは、身体に水分を補給するとともに、有害物質や過剰な体液を排出する手助けをしてくれる重要な栄養素を提供します。また、美味しい味がついていますから、1日に飲む水の量を増やすのに大いに役立ちます。ぺたんこお腹のためのデトックスウォーター。このデトックスウォーターを作るには、果物や野菜を水差しに入った水に加えるだけで OK です。食材の持つ成分を十分引き出してデトックス効果を上げるため、2、3時間置いてから飲みましょう。材料、冷水 700cc。新鮮なきゅうりのスライス、新鮮なミントの葉。レモンのスライス、小分。オレンジのスライス、小分。このデトックスウォーターの効能は、ミントに含まれている成分が消化を助け、胃痙攣を緩和します。キュウリは抗酸化物質を含んでおり、抗炎症作用と浄化作用がありますから、胃炎や体液貯留を改善するのに役立ちます。オレンジは免疫システムを強化し、コレステロール値を下げる効能があります。レモンは消化を助けるとともに、身体を浄化し、毒素を排出します。消毒液をコントロールするデトックスウォーター。消毒液もお腹の脂肪を落として、体重を減らすという目標の障害となる要因の一つ。このドリンクは、体内から毒素を排出するのを助けてくれるだけでなく、重要な栄養素をたっぷり含み、満足感を与えてくれますから、消毒液をコントロールするのに役立ちます。蒸気のレシピと同様、材料を全部水差しに入れ、数時間置くだけで出来上がりです。1日を通して飲みましょう。材料。冷水 700cc、新鮮なミントの葉。いちごのスライス1粒分。レモンのスライス、小分。シナモン、小さじ杯。リンゴのスライス、小分。このドリンクの効能は、水は水分を補給し、体内から老廃物を排出するのを助けます。ミントは消化を助ける成分を含んでいますから、腹痛や胃腸の炎症を軽減します。
いちごは抗酸化物質とビタミンが豊富ですから、老化を防ぎ、病気を予防します。レモンは身体の pH 値のバランスを改善すると同時に、便秘を解消し、体内の老廃物を排出するのを助けます。シナモンは血糖値を調節する作用がありますから、砂糖やジャンクフードを食べたいという衝動を抑えるのに役立ちます。リンゴは食物繊維や抗酸化物質、その他の重要な栄養素を含んでいますから、食欲をコントロールし、代謝効率を上げる手助けをします。身体を浄化するデトックスウォーター。このデトックスウォーターは、体内に溜まった毒素を排出し、体液貯留を解消する手助けをしてくれます。その結果、健康状態を改善し、ペタンコーナー化を実現するのに役立ちます。材料。冷水 700cc、スイカのスライス。ライムかレモンのスライス1個分。新鮮なミントの葉。このドリンクの効能は、このドリンクには、水分の含有量が多く浄化作用の高い食材が使われています。スイカには抗酸化物質が含まれていますから、フリーラジカルを減らして、早期老化や慢性疾患を防ぐのに役立ちます。また、水分の含有量が多いため、毒素や過剰の体液を排出してくれます。キュウリも水分と抗酸化物質が豊富ですから、スイカと似た効能があります。様々な病気や胃の炎症を防ぎ、消毒水をコントロールするのに役立ちます。ライムはレモンと同様、消化器官の働きを整え、胆汁の生成を促すほか、体重を減らす手助けもしてくれます。胆汁は肝臓で作られ、食物に含まれる脂肪の消化吸収を助けます。